こんにちは、さゆりんです。今回は短期間で確実にスマブラが上手くなる方法についてお話ししていけたらなと思います。よろしくお願いします。短期間でスマブラが確実に上手くなる方法とは、ズバリ何か？それは遠征に行くことです。もっと言うと遠征に行きまくることです。なぜ遠征に行きまくることによって、スマブラが上手くなるのか？順番に説明していきます。5つ目はお金を払っているからということです。お金、言うまでもなくこの世の中で相当上位の大切なものに入ります。この動画を見てる方が学生か社会人かわかりませんが、お金が大切じゃない人間なんて存在しないでしょう。で、そのお金を払ってまで遠征に行くと、どうなるか？そうです。一回一回のプレイが確実に大切になります。だからこそ最短で強くなりたければ遠征にしこたま行くべきなんです。大阪から高いお金を払って東京に行って一回も勝てずに帰ってきたらどうなると思いますか？そうです。ゲロ吐くほどスマブラに打ち込むようになります。大会に出るまでの取り組み方も変わってくるし、出た後の取り組み方ももちろん変わってきます。いい結果ならば自信とともによろしくない結果ならば戦術の通りに。だからこそ遠征はどう転んでも勝つためのモチベーションになるし、みんな行くべきなんです。二つ目が試行回数と試合数が同時にこなせることです。我々スマブラーの最終目標とは何でしょうか？オンライン勢ならばレートより高いものを達成すること、これに尽きると思います。では、オフライン勢ならば？そうです、オフラインのトーナメントで勝ち上がること。これを占める人が最も多いと思います。ではそのオフライントーナメントで勝つにはどうすればいいか？それは当然数をこなすなどもそうなのですが、オフライン大会に出まくって、経験値を積むこと、これに尽きると僕は思っています。トーナメントの中で、勝つ感覚はトーナメントの中でしか養えないと、そう確信しています。ではオンラインをやりまくるのはどうなのでしょうか？これはあくまで個人的な所感に過ぎないのですが、少し効率が落ちる、と思います。オフ大会に出まくるのに比べたら、なぜならば、オンラインとオフラインどちらの方が優れているかは別として、遅延というものは明確に存在します。遅延、最も少なくて4程度と言われていますが、あるかないかで聞かれたら物理的にあるので、オフライン大会で勝てるようになるという目標を達成するには少し遠回りな気がします。もちろんオンライン環境で研鑽を積んで勝てるようになる方たちのことは心の底からすごいと思っているのですが、それはそれとして、こういう考え方もあるんだよ、ということを覚えていてくれたら嬉しいです。三つ目は普通に楽しい、ということです。あくまでこれは自分の話なので話半分に聞いてくれたら助かるのですが、やはり外に出るのは楽しいです。家の中でずっとスマブラするのは、気が滅入りますし、自分の中で良くないものが溜まっていくと思います。それに比べて遠征はどうでしょうか？旅行スマブラ、現地で美味しいもの等が揃っているので精神衛生上とてもいいと考えています。東京のカクテルホテルに泊まった時の安っちい風呂で飲んだ CC レモンの味わいまでも覚えています。マジで美味しかった。スマブラがどうとかじゃなくて、人生経験として良くて、そのための外出の理由としてスマブラがあるという感覚だとより良いかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。最後のコーデも述べたのですが、遠征、マジで楽しいからみんなにおすすめしたいぜ。ってのがこの動画を作った一つのきっかけだったりします。オフライン頑張りたいけど住んでるところが田舎すぎてどこにも行けねえぜって感じてる方もいらっしゃると思いますが、ですが遠征ならばそんなもの関係なく機会は平等に訪れています。重要なのは外に出ようという情熱であり、ファッションであり、まだ見たことないものを探しに行きたい。トーナメントで新しい景色が見たい。という好奇心に尽きると思うし、そのためにきっかけの一つとしてこの動画が参考になれば幸いです。では本日はこの辺で失礼します。ご視聴、ありがとうございました。